こんにちは。はじめまして。すいません、配信初めてで慣れてないくてよくわかんない。こんにちは。はじめまして。はじめまして、こんにちは。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 あ、緊張しますね、これって。こんにちは。はじめまして、吉田な、待って、エクボがチャームポイントです。ぜひ見に来てください。これってコメントとか見れるんですかね、これって。見れる？コメントとか見れますか？はじめまして、こんにちは。よし、あ、待って、ダメだ。こんにちは、はじめまして。エクモがチャームポイントです。よろしくお願いします。緊張してちょっと頭が真っ白になってる、なってます、すいません。はじめまして。カメラ大丈夫ですかね、これ。カメラ大丈夫かな。変なことになっちゃった。どうしよう。オーディション中。あ、こんばんは。あ、見れた。コメントやっと見れました。なんかよくわかんない画面が出てきちゃって、すいません。やっと見れました。ありがとうございます。こんにちは。あ、横向きになってますよ。本当ですか。あ、どうした。ちょっと待ってくださいね。ちょっと。こうかな。はじめまして、こんにちは。はじめまして。あー、すごいいっぱいの方が見てます。すごい。はじめまして、はじめまして、はじめまして。すごい。お、やっと普通に。本当ですか？やっと戻りました。ちょっとよくわかんなくて、ちょっとすいません。あの、カメラ立てるやつ買ったんですけど、全然機能果たしてなくて、横か縦かがわからなくなっちゃった。面白かったのに対応させ、すいません。気づいちゃいますから、ちゃんとコメントは見てますよ。コメントちゃんと。え、ありがとうございます。コメントしてくださいね、皆さん待ってますよ。あ、私ややこしい配信。ややこしいわ、ややこしいわ。こんにちは。こんにちは。すごい、首がちょっと疲れました。すいません、マッサージしてくださいね、ちゃんと。首がちょっと。はじめまして、竹
高坊さん、はじめまして。あ、ご出身は福岡です。今福岡にいます。福岡県からエントリーさせていただきました。あ、はじめまして。あ、そっか、そろそろ自己紹介した方がいいと思うよ。そうですね、確かに。と、14歳の、福岡県出身です。チャームポイントはえくぼがチャームポイントです。はい、福岡県出身です。福岡県、何か好きな、何かあります？食べ物とか。福岡いいとこですよね。いいとこですよ。たまに治安悪いけど、いいとこです。はじめまして。こんにちは。こんにちは。やっほー。明太子、明太子。ラーメン、明太子。豚骨ラーメン。初福岡、そうなんだ。福岡といえば、麺米。あ、麺米美味しい。麺米美味しい。もつ鍋、もつ鍋、締めはラーメン、ラーメンかな？ラーメンか。治安悪く、昨日は、すごい、バイクで目覚めましたね。バイクで目覚めました。こんにちは。自己紹介の続きでしたよね、私。なんだっけ。忘れちゃった。こんにちは。こんにちは。皆さん、エクボちゃんと見といてくださいね。私、エクボしか取り柄ないんです。それはきっと、近所。そうなのかな？名前言っちゃう。あ、確かに、確かに、ありがとうございます。名前言っちゃわないようにニックネームつけちゃおう。確かに、そうだな。なんかいいニックネームありますか？なんかいいニックネーム。私、友達とかにニックネーム一つも思い当たらないから無理だわって言われていつもスルーされちゃうんですけど、なんかいいニックネームある方いらっしゃいませんか？なんかぽいなーみたいな。ぽいなーっていう。ぽいなーって、難しいかな。難しいかもしれないけど。ぽいっていうニックネームありませんか？伊藤ちゃん。伊藤ちゃん。確かに、ニックネームは何かヒントないと。確かに。何がいいんだろう、ヒント。難しいな。難しい。ぽいちゃん。ぽいちゃん。あ、みんな番号をもじってますね。110番なんですけど。あ、だから、えくぼ警察ちゃんとか長い、長いですね。長いかもしれない。文字打つとき疲れちゃいません？えくぼ警察ちゃん。難しいね。難しいかも。こんにちは。こんにちは。そっか。でも、何がいいの？よくむきちゃん、百頭ちゃん、ぽい、ざっくりしすぎ。 もっとそうだよね、ヒントいるよね。おまわりちゃん、おまわりちゃん、福岡警察好きすぎません？ あ、MV はお笑いが、確かに笑い大事ですね。警察めっちゃ好きじゃないですか、皆さん。警察つけすぎ。警察か。なんで警察なんだろう。こんにちは。こんにちは。警察？警察？ 面白い、皆さん。110、あ、そう、そういうことか。110番だから警察か。すごい、皆さん。頭いいですね。頭いい。100、そういうこと？ 面白い。ちょっと待って。面白い。110番で。確かに警察ちゃん。ざっくり、ざっくりか。警察ちゃん。じゃあもう警察ちゃんでいいですかね。
なんかあります？あ、今気づきました110番だから110番で警察ちゃん。確かにいい。さっきめちゃくちゃ長い名前の人が、みんな110番、なんだっけ、110番。確かにみんな110番ちゃんに捕まりに来たよみたいなめちゃくちゃすごい。確かにね、そういうのが大事なのかも。ちょっと今手で持ってるんですけど、スマホスタンド買ったんですけど、手で持っててもめちゃくちゃ手が疲れてて、あ、やばい、放送事故が起きませんようにって願っといてください。しっかりやるので。あ、初見です、ひわわさん初見です、はじめまして。皆さん、放送事故が起きないように頑張ります、頑張ります。そっか、ちょっとどうしようけ、あ、そっか、今あだ名つけてるんだ私。じゃあ警察ちゃんでいいですね、もう110番警察ちゃん、よくないですか、もうそれで。はじめまして、皆さんはじめまして。ちょっとすいません、ちょっと失礼しますちょっと大丈夫、部屋が映らないように頑張らないといけないから、ちょっと待ってください。取れちゃった、やばい、大丈夫。あ、できました、やっと。こんにちはもう手が痛い、手が痛いです。あ、前、あ、そっか、14歳のエクボがポンちゃんポイントの警察ちゃんです。皆さんのこと捕まえに行っちゃうぞどうですか、いいんですかね、こういうので。あ、待って、めちゃくちゃコメントが来て、あ、やばい、微妙に部屋映ってる。あ、ほんと頑張ってると頑張ってます、いい感じやね。あ、ほんと、やった、こんにちは。あ、じゃいいんじゃないですか、めちゃくちゃすごい、皆さんすごい、みんなのことアドリブ聞きますね、うん、聞きますね。こんにちは、ギリギリさん、こんにちは、こんにちはこんにちは、ちょっとすいません、動揺がいろいろしちゃって。そっか、皆さん何してるんですかね、今何してますか、今この時間帯皆さん何してるんですかねこんにちは、キクさん、こんにちは、こんにちは初見さんも皆さんこんにちは、こんにちは、にわに、こんにちは。警察の方が NG なら略してケイちゃん、ケイちゃんか、ケイちゃん。あ、そっか、確かに今何してますかってショールーム見てるんだよね皆さん。そっか、確かにショールーム見てるんだ、みんなありがとうございます、私の配信に来てくれて。ショールーム見てる皆さんありがとうございます会話なってます。あ、はじめまして、はじめまして、ありがとうございますね、わざわざ私の配信来てくれて。こんにちは、ゆたかさん、こんにちは、こんにちは。あ、私ちょっと T シャツを買ってきたんですよ、ちょっとこれをめちゃくちゃ見せたかったんですよ。ちょっとだからこうやってエクボみ、あれ、ミニ来てね、エクボミニ来てね、ねんねん、エクボミニ来てね。もうみんなの心捕まえちゃうぞ、めっちゃいい、あ、いいんだ、エクボミニ来てねっていうのを書いたので、絶対にまた見に来てくださいね見に来てね。あ、こんにちは、こんにちは。で、ちょっとしれっと博多弁でアピールしてるんです、ここ。見に来てくれて嬉しかー、嬉しかーって福岡弁ですよね多分。あ、エクボは声の落とし穴ですね、そうですよ皆さん、エクボは声の落とし穴です。独特な T シャツ、ほんと。でもね、これ芋掘りの時に着てったやつなんですよ。で、もういらないからパジャマとかで再利用しようかなと思ってたんですけど、せっかくなら今ここで使っちゃおうってことで、今日お母さんと一緒に考えて書きました。エクボ見に来てねエクボ見に来てね、
っていうことで、あと見に来てくれて嬉しかと、またあやばいやばい、やばい、スタンドがすいません、ちょっと大丈夫、いらない T シャツでショーム、いや違うんです、そういうことじゃなくてちょっとつかないでください、そこはいらない T シャツでショールーム配信じゃないですか、めっちゃ大事な T シャツを使って芋掘りの思い出があるんですから、私には大事な T シャツ、あそっか、年齢は14歳で中学3年生です、頑張ってね、ありがとうございます、頑張ります、はじめましてグルさん、はじめまして何年、小学何年生、中学生ですよ、中学生、来年高校生です来年高校生なんですけど、2番目に可愛いよ、1番目じゃないんかい、え大阪ってすごいな、めちゃくちゃ言う、1番目じゃないとダメですちょっと照れちゃうけど1番目になってほしいな、あ、趣味とかは、趣味は趣味は、趣味か、趣味は芋掘りちゃんでいいやん、芋掘りちゃんか、いいね、確かに、こんにちは、趣味はね、なんだろう、趣味か、趣味ぼーっとしてるかな、ずっとでもお笑い番組とかめちゃくちゃ好きですね、テレビっ子なんで私、結構テレビ見てるかぼーっとしてなんか考えるか、あとなんだろう、アイドルの動画見たりとかしてますごめんなさい、私趣味という趣味がない人間なんです、いません、頑張ります、これから一生懸命、ちょっと初日なのでちょっと皆さん本当に甘い目で、甘い目、甘い目というか優しい目で見といてください、すいませんお願いします、なるほど、趣味はぼーっとすることね、そうかもしれないちょっと歯が生えかけなので小学生かと思いました、歯並びは悪いけどこれもチャームポイントなんですよ、私の中では、それに歯はめっちゃ全部ちゃんと生えてますよ、歯はちゃんと生えてます、48グループが大好きなん、大好きです、やっぱ福岡なんで HKT さんももちろん好きですし、 NMB さんも私マジで昔から大好きなので、大好きなので、あ、ちょっと待って、今のところ放送事故にはなってないですよね、これちゃんとできてますもんね、しっかりと、コメントちょっと漁らないと、あれちょっとこんなに斜めだったっけえっと放送事故レベルで可愛いです、ありがとうございます、実際見てから違ったとか言わんといてくださいね、あるあるじゃないですかそれは、もう、はじめまして、なんかさっきある意味最初は放送そうなの放送事故だったのかな、 STU48 もちろん大好きですよ、 STU さんも大好きですえ NMB お披露目から見てます、すごい子さんですね、え大阪ファンは当たりちょっと強いけど負けないでください当たり強い方がちょっと好きかもしれない、おー1番はいないよ、みんな2番目に可愛いよ、みんな平等ってことかな、
ちびっこ好きな先輩から頭吸われるかも。何頭吸われるの私。ちびっこ好きな先輩から頭吸われるかもしれません。髪の毛なくなっちゃうよ最近抜け毛がひどくてひどくて。こんにちは NMB。 好きなの変なこと言わない言わないでよ。フリーです。バン、あ、そうなんだ、バンされちゃうかもしれない。変な言葉言わなければ放送事故にならないよ。言わないでよ、フリです。バンされないよ。怖い怖い。何も言わないどこうかな。無言配信、無言配信しようかな。え、半目で止まったの半目で止まったの。音聞こえません。あれ、音聞こえない、音聞こえないですかね。こんにちは、音聞こえてます？音聞こえてませんか？音聞こえてる？聞こえてたら聞こえてるよって言ってください。ちょっと寂しい。今は大丈夫。オッケーオッケー、今は大丈夫ね。そう、私はね、ちょっとここでもう一回自己紹介を。何だったっけ私の名前って。何に決まったんだっけ。警察ちゃん、芋掘りちゃん、まあ、いいか。警察ちゃんです。警察ちゃんです。よろしくお願いします。エクボがチャームポイントの中学3年生14歳、こうかな、14歳。あ、14歳です。エクボがチャームポイントです。皆さんよろしくお願いします。初見です。アイキュンさん、ありがとうはじめまして。先輩幼いか好きだよ。誰か小学生ちゃうわ。小学生じゃないから。中学生やし。何やねん、中学生やし中学生です。で、福岡県出身の中学3年生14歳です。この配信ママ心配この配信ママさん心配しながら見てるんだろうな。そうなの、見てんのかな見てんの、見てるのママ推しと。推し面は青原さんです。青原ゆかさんが好きです。青原ゆかさんが大好きです。なんかさっきも聞かれてる方いましたよね。 NMB で好きなメンバー、青原ゆかさんが大好きです。うん、フォローしてくれた、ありがとう。たかさん、いろいろありがとうございます。ゆかさん、お、仲間、イエーイ、頑張ってください、ありがとう。フォローありがとうございます。フォローもお願いしますね皆さんあ、同じ方もいらっしゃる。もう NMB さんはもうとにかくメンツが、てかメンバーさんが濃いイメージがあるので、いろんな魅力が詰まりに詰まったチームっていう印象があります。あ、そうなんですよ。私思い出した、前そのオーディションで、なんだっけ、オーディションで大阪に行ったんですよね。でその時に私どうしてもどうしてもやっぱ福岡だから大阪なかなか行けないから、あ、フォローありがとうございます、フォローありがとうございます。そう、大阪にね行きたくて、大阪に行けなくて、なかなかで NMB の公演もあんまり見れなかったんですよ。でそれチケット予約して、よっしゃやっと見れるって思ったら、よっしゃやっと見れるって思ったら、チケットを予定してた一つ前の日のチケットを予約してたんですよ。だから結論見れなかったっていう。とりあえずチケット間違えちゃった。配信前からフォローしてます？なんだと、マジでありがとうございます、フォローありがとうございます。なんだっけな、ありがとうございます、すごいフォローありがとうございます。たけしさんフォローありがとうございます。はじめまして、フォロー、マスクさんフォローありがとうございます、大好き。はじめまして、はじめまして、家出したのちゃうわ
写真見てからすぐフォローしました。本当？ありがとうございます。こんにちは、はじめまして。でね、それでね、チケットね、前の日のやってたから取れなかったっていう、見れなかった、公演が全然見えなかったっていうのを合格できるといいね、一生懸命頑張ります。なんか私皆さんに話そうと思ってたこと決めてたんですけど、全部頭真っ白になっちゃいました。でもすごい楽しみにしてたんですよ、私この配信を。私こういうのも初めてたんで、ショールーム配信だから皆さんと会えることがすごい楽しみで、もじもじしながら10分前から待ってました。話すこと忘れた、ちょっと忘れちゃって、今ちょっといろいろ思い出してます。なので時系列がバラバラになるかもしれないけど許してください。あ、私14歳なので皆さん一応中学3年生です、小学生ではないです。あとこれ体操服じゃなくて、体操服じゃなくて、これ皆さんに見せたくて作ったんですよ、エクボ見に来てね。で福岡県出身なので、見に来てくれて嬉しかーっていう博多弁をちょっと入れて、こっちは待ってるよって、またここに戻ってきてよっていう意味合いで T シャツを作りました。博多弁、私大阪行った時、私大阪にめちゃくちゃ憧れを持ってて、そう美容室さんの方、美容室行ったんですよ、オーディション前に髪きれいにしてもらおうと思って。そしたらなんか美容師さんとすっごい意気投合なのか、めちゃくちゃ面白くて、その方が、で、あのあれを空手を教えてもらいました、美容室で。そう初対面だけど空手を教えてもらって、めちゃくちゃ面白かったです、あの方は。本当にあ、大阪ってすごいなって。大阪は食べ物が安くて美味しいです。あ、めっちゃ美味しかった。え、大阪ってたこ焼きって柔らかいんですかね、硬いんですかね、よくわからんけん聞いてみようと思って。柔らかいの硬いの、硬い、カリカリか、柔らかいかカリカリなのか。あ、そっか、これえ、いろんな県から見てるのかな、店によって柔らかい方。うーん、美容室で空手を教えてもらう子も珍しいだろうね。確かに。お顔は美人さんは？お顔は？ありがとうございますよ。嬉しい。でも私あれですね、でも本当に大阪また行きたい。大阪は本当に好きになっちゃった、あの時点で。なんかいろんな観光地とか行きたかったんですけど時間なくて。外はカリカリ、中はトロトロ、 CM みたい、すごい美味しそう。何回でも行きたくなりますよね、大阪。もう本当にそれです、活気がありました。福岡とは何か違うものを感じましたね。なんか私忘れてる気がする。 USJ いいね、行ったことないです USJ は。私は初訪問っていうのかな、ありがとうございます。初訪問、初訪問か、あ、初訪問ありがとうございます。初訪問じゃないよね、初訪問だよね、これ。初訪問の方ありがとうございます。フォローしてくれる方もありがとうございます。それは初耳ですな、確かに。でもこれ初訪問ですよね、合ってますよね、多分。大丈夫大丈夫、初訪問の方もありがとうございます。エクボ見に来てね、見に来てね。福岡も美味しい食べ物たくさんありますよ。初訪問です、合ってます、ありがとう。福岡も美味しい食べ物たくさんあります、ありますよ、めちゃくちゃありますよ、めちゃくちゃあります。あの
なんだろう、やっぱさっきも聞いたんですけど、もつ鍋とかやっぱ美味しいですよね。あとなんだっけな、あれガメ煮って知ってます？ガメ煮、ガメ煮愛してる。あ、間違えた、初めましてだった。愛してるよ、私も大好き。来てる人全員初訪問なの。確かに初めての配信だからみんな初訪問だよね。確かに初訪問の皆さん大好きです大好きです。福岡もラーメンとかもつ鍋とか卵や、卵焼き美味しいんだ。卵焼き美味しいの福岡って。へえ、すごい。もつ鍋はなんだっけな、もつ鍋何話そうとしたんだっけ。あ、出身地福岡です。私出身地って生まれたとこ、私生まれたとこは千葉で、大好きすぎてフォローボタン押しちゃったで、大好きありがとう。生まれ、なんか生まれつきアイドルらしさを感じます。ありがとうございます。生まれた時からマイク持ってたのかもしれない音ギャーって言いながら歌ってたかも。で、出身地は福岡県ですよ。生まれは千葉なんですよ。生まれたとこは千葉だけど、ちっちゃい時は、生まれて生後2ヶ月ぐらいで福岡にもう引っ越しました。はじめまして、超吉さん、はじめまして。皆さんコメントしてくださいね。絶対拾えるなら拾えます、多分拾えます。小学生キャラアピールした方がいいよ、せっかく恵まれてるんだから。小学生じゃねえよ、小学生じゃねえよ。マイク持って生まれてきたのか、すげえ。僕もマイク持って生まれてきたかったでしょ。マイク持ってでも大変だわ、マイク持ってたらもう衣装も着ちゃって、マイク持ってたらもう大変だわ。福岡なら HKT がよ、もういろいろちょっとHKT 大好きですよ、もちろん福岡だからなんだっけな、もうそろそろいろいろ話すことを思い出してきたような気がします。あ、そっか、私最初に自己紹介したらって言われて、自己紹介の最中でコメントがいろいろちょっと邪魔してきたから忘れちゃったじゃない14歳福岡県出身、えくぼがチャームポイントのチャームポイントです。で、好きな食べ物はきゅうりの一本漬けとスモツと、あとは納豆に最近ハマってて、納豆ってなんかいろいろ入れられるじゃないですか、いろいろあるじゃないですか。で、私最近、私は気づいちゃったんですよ、納豆の最強の食べ方を。それはすりつぶした生のいちごですよ、生のいちごをすりつぶして入れてみてください。めっちゃくちゃ美味しかった、めちゃくちゃ美味しかった。もう、あ、水筒よって言って、水筒よ水筒よ水筒よ。いちごをちゃんとすりつぶさないと美味しくないかも。でもちょっと大きかったらなんか歯ごたえがちょっと違うなってなるけど、すりつぶすと結構美味しい。これがびっくりした。私も納豆は体にいいですね、いい、確かにいいかもしれない。あ、でも私健康的な食べ物が好きなんだね。うん、でもクッキーとかも全然好きです。チョコチップクッキーとか、ココアにハマってます。ココア、いちご入れる勇気は、え、ほんと？いちご入れたらめっちゃ美味しかったですよ。でも合わないのかな、普通に考えたら。いちごって違う普通違うのかな、まあいっか分かんない。納豆にクッキーも入れてやだやだやだ、それはやだ。クッキーがかわいそう、あ、かわいそうで言っちゃダメだ、納豆に失礼。納豆も美味しいけどクッキーは合わないです。バニラアイス乗っ
ったココア、あ、めちゃくちゃいいですね。バニラアイス乗ったココア、私も大好き。こんにちは。ワイは納豆とキムチを混ぜてカレーにの、最高じゃん。最高じゃん。いいね。納豆キムチは美味しいからな。フォローありがとうございます。ごめんなさい。私ちょっと英語がローマ字なんて、モッシュさん？も、M、MOSH さん？フォローありがとうございます。フォロー、あ、そっか、百十番ちゃんはなんて呼べばいいのかな。そっか、決まってないんだ。私、あれ使ってみたいんですよ。アンケート調査？なんかアンケート調査っていうか、アンケート機能があるじゃない、あるらしくて、それで私、投票してもらって決めたいんですよ。納豆にイチゴ入れるの福岡すごい。みんなはやってないかも。アバターの名前いっぱい、はい、読みます。開き直ったアジさん、ありがとうございます。それが恋と気づいた岩沢さん、ありがとうございます。投票を使って、なんだっけな、なんだっけ、何してたんだっけ、投票を使ってあだ名を決めたい。そうさ、あだ名を決めたくて、今出たのが百十おばあちゃん、あ、ちょっとごめんなさい、私一生懸命ちょっと言いますね。かな、かんちゃんさん、フォローありがとうございます。水筒よ、はお、はお、す、こんにちは。 このおじいちゃん、投票でなんだっけ、そう、あだ名を決めたいと思います。で、今出たのが百十番ちゃん、百十番ちゃんと、なんだっけな、芋掘りなんとか、芋掘りなんだっけな、あ、そっか、じゃあもう一回、しんちゃんさん、フォローありがとうございます。フォローしてね、フォローしてね。 フォローしてください。警察好きすぎません？ 皆さん警察好きすぎません？あ、今あだ名を決めてます。私は今あだ名なんて呼んだら、なんていう顔してますか？なんていう顔？芋掘りちゃん。そう、芋掘りちゃんと、フォローの圧かけちゃうよ。フォローの圧かけちゃう。芋掘りちゃんと、百十おばあちゃんと、あとは、顔写真見たらすぐにフォローしてます。ありがとうございます。フォローしてね。百十おばあちゃんと、芋掘りちゃん。KR24223、フォローありがとうございます。ありがとう。あ、皆さん、私のチャンパイとはエクボです。初訪問の方いっぱいいらっしゃるから、エクボをめちゃくちゃ披露したいと思います。こんにちは、ソフトテニスさん、こんにちは。納豆にいちごちゃん、あ、それもいいかも。結構好き、私それ。納豆にいちごちゃん好きかも。星ちゃん？星ちゃん？エクボは恋の落とし穴やで。大阪弁や。恋は、えくぼは恋の落とし穴やで。落としちゃうぞ。いいね。初訪問ありがとうございます。あ、けんちゃんさん、フォローありがとうございます。はい、はい。え？はい？はい。初訪問ありがとうございます。エコを見てね。あ、どこ出身で何歳ですか？福岡県出身の14歳です。チャームポイントはエクボです。あれ、納豆にイチゴ入れるのが大好きで、あとはね、きゅうりの一本漬けとか、あ、スモツとかめちゃくちゃ好きですね。あと、なんだっけな、なんか、なんだっけ、長芋の焼き？長芋の鉄板焼きがめちゃくちゃ大好き。もう本当に大好き。あ、これオーディションですか？あ、そっか、オーディションだ、これ。 ちょっと頑張りますね。大好きです。あとは、なんだろうな、なんだろうな、好きな食べ物、出身地、14歳、福岡県出身。何かあります？自己紹介って。あ、趣味とかは、ぼーっとすることとか、
で、やっぱアイドルの動画とか見るのが大好きで やっぱね、特技は特にないかもしれない。特技はないかも。特技あ、縄跳びできます。縄跳びが多分本当に10分ぐらい跳べます。ずっと私幼稚園の時に縄跳びでもう本当王者の座をずっとキープしてたので、絶対に負けないっていう自信があります。もうプライドかけてるんで、こっちは小学生人生全てかけて縄跳びに費やしました。あ、そう、つまりぼーっとしながらアイドルの動画を見ることが好きですね。で、あと特技は何だっけ、縄跳びが大好きで、そう縄跳びが大好きで、幼稚園の時はもうトップの座に君臨してました。はい、そうだよね、太宰府ちゃん、太宰府天満宮のこと あ、そっか、今あれですよね、対面で縄跳びは特技って言って実践。任して、いつか披露してあげる。あ、私この今日じゃないけど明日わかんないけど、いつか絶対に料理配信をしたくて。そう、私料理は苦手なんですけど、私なりの料理の世界があって、仕事戻るから一旦離れるね。頑張ってきて。そっか、もう仕事の方もいらっしゃるんだ。頑張って。来てね。頑張ってね。太宰府ちゃん。そうね。じゃあ、投票をしたいと思います。なんだっけ、百刀婆ちゃんと、あとはなんだっけな、警察ちゃんと、坊ちゃんと、太宰府ちゃんが出てるんですけど、天王ちゃん。いいね。あ、今、私の、呼び名を決めてます。何かいい案あったら、もうコメントしまくってください。芋掘りちゃんですね。どういうこと？あ、そういうことか。じゃあね、私はちょっと紙に候補書いていきますわ。任しといて。警察ちゃん、警察ちゃん、あとは百刀婆ちゃんもいた気がする。ちゃん、あとは天王ちゃん、かわいい天王ちゃん、あとは何やろうな、何やったっけ、天王大好き、めちゃくちゃ美味しいですよ。カップ麺作れますか？作れますよ、作れますよ。お湯注ぐだよね。芋掘りちゃん、あとは水筒よ みんなのこと水筒よ。あ、ちょっとここでアピール、私これ芋掘りに着ていった T シャツなんですけど、皆さんのに見せたくて、えくぼ見に来てね。ぺこり見に来てくれて嬉しかーって。福岡出身なので博多弁でやってます。あと待ってるよ、待ってるよ、戻ってきてね 水筒よ、水筒よ、水筒よ。そう、投票機能を今使おうと思う私は。で、1234、警察ちゃん、百刀番ちゃん、天王ちゃん、芋掘りちゃん、これでいいですかね、まだありますかね。
ありましたっけ、なんかフォローありがとうございます。あ、身長ずっと聞かれてた、そうだ、153ぐらいです。ん、うん、153ぐらいで、去年の学校のなんだっけ身長測定の1センチ伸びてました。イエーイ。納豆いちご、まあええわ、納豆いちごにしとく。納豆いちご、ええやん。今ねあれをしてます、私のねあの呼び名を決めてます。14歳くらい、ちょうどの、うん、ちょうどだと思います。多分私、あ、これはちょっと一回決めなきゃいけない。警察ちゃん100と、あ、ちょ、これ裏紙だ、ダメだ、裏紙だったら透けちゃう、裏の内容ダメなんだ、これは。どうしよう、まいった、これ破って、よし、ちょっともう一回。 NFB 入ってから身長20センチ以上伸びた線、20センチすごい、20センチはすごい、うちも頑張ろう。警察ちゃんと、警察ちゃん、うん、今私はあれをしてます、あの私っぽい名前を決めてます、呼び名、呼び名を決めてます、呼び名を決めてます。ちゃん、あまおちゃん、かわいい、あまおちゃん、ちゃん、4、いも